はい、どうもこんばんは。沖縄おばばです。これが今日の最後の配信になります。早いもので、もう夕方になってしまいました。えー、今日ね、えー、最後、二つほど気になっている記事を紹介いたします。はい。えー、こういうことを、表の報道で言うようになってきました。これ、天気 JP さんからですね。 えー、なん、何、何があるかというとね。はい、一つ目。はい。ローリングストックしておきましょうということです。はい。一週間程度は備蓄しましょうということです。災害備えて。とうとう言い出しましたよ。はい。えー、まあ、いろいろとね、前々からこういう記事はあるとは思うんですけど、 大体の人がほとんど備蓄してないんですよ。災害のね、対策だとしても。まあ、私思うんですけど、一週間じゃ足りませんね。はい。えー、今回の能登のね、揺れで分かったように、一週間なんかじゃ足りないんですよ。まあ、二週間は必要でしょうね。最低災害備蓄は。<laughs> で、これ、水食料以外にも、この記事の中に書かれているんですけど、やっぱりカセットガス、カセットガスコンロとかね。え、まあ、あ他のね、調理器具がある、あれば、あそれでいいと思います。まあ、なん、なんていうのかな。まあ、七輪とかね。あとは、あいわゆる、 うーん固形燃料とかね、そういったものがあれば、そういったものであの調理できるんでいいとは思うんですけど、こういうものを備蓄しておかないともうダメだよっていうことなんですよ。表の生地にで出るようになってきました、このローリングストックが。わかりますよね。近いってことなんですよ。で、この生地にはね、できたら1週間って書いてあるんですけど、 一、えー、週間じゃ多分足りませんね。はい。えー、そう思います。まあできたらね、えー、私なんかに言わせると、えー、電気もね、えー、使えるように、停電になっても使えるようにね、えー、ポータブル電源なんかもね、ポータ電なんかもちっちゃいのでいいんであると、全然違うと思います。はい。ポータ電でございます。これがあるとね、えー 全く違いますからね。えー、皆さん、こういうのも考えてくださいね。よろしくお願いします。それで、えー、こういった記事が表に出るようになってきたよということです。<laughs> まあ、今、いろんなところでね、ゆれゆれ、ゆれゆれしてるんで、えー、こういうものを本気でね、考えていかないといけないですということなんですよね。<laughs> これ、あの、重要なんで、本当に重要なんでね、 えー、皆さんにこちらの記事もご紹介いたしました。もう、もうやってるとは思うんですけどね。私の動画を見に来てくださってる方とかはね。もうやってるとは思うんですけど、とりあえずね、表に出てくるようになったということでご紹介いたします。それからもう一つ、生チョコポンズさんの記事でございます。こちらね、非常に私気になってるんですよ。 何が気になってるかっていうと、生チョコポンズさん、あの、患者さんのね、輸送をやってるんですよね。民間の救急をやってる方なんですけど、最近すごくね、なんていうのかな。まあ、変わってきたということが書かれています。この中には、とある、とあるね、非常に大きな病院の記事が書かれていました。 えー、どうやら満床のようです。満床のようです。はい。で、生チョコポンズさんね、えー、いろんな病院に行ってるんですけど、どこも割といっぱいみたいです。満床みたいです。えー、病院儲かっちゃってるんですね。どういうことなんでしょうかはい、えー。簡単です。病気になる人が増えてしまいましたっていうことです。で、 えー、どうしてね、こういうことが言えるのかっていうとね、えー、救急で運ばれてきた方なんですけど、えー、この方ね、別に入院する必要ないんでね、えー、まあ,あ、お迎えに来てくださいということで、まあ、生チョコポンズさん、その病院にお迎えに行ったんですよ。で、そこで通されたのが、なんと、えー、長らく使っていないと、 見られるね。オペ室でした。オペ室。えって思って聞いたら、ベッドがもう満杯で、どこのベッドも空きがないんでね、ここに寝かせておきましたよということなんですよ。これ非常に大きな病院のことです。 はい。非常に大きな病院です。多分大学病院なんじゃないかなと思います。こういう施設があるところってね。まあ、あいろいろあって、まあ、いろんな病院が今、満床状態だそうです。なんで、あの、生チョコポンズさんね、多分ね、日本ね、そのうちに医療のね、法の会しますよって言ってます。はい。いわゆる、なんていうのかな、 あーまあ、お泊まりですね。ホスピタルに、病院にね、おずっとお泊まりしなきゃいけないような患者さんが、めちゃくちゃ今増えているっていうことです。まあね、ピーポーパーポーも増えてるんで、わかるとは思いますけど、そのうちね、あのー、入院したくてもできないような人たちが出てくるんじゃないかと、はい、危惧して、 おりました医療の方の方買いいいが起きるんんじゃないかなかっっててうことを生チョコポンズさん言っておられますますあこれは当たり前っちゃ当たり前ですよね。もうそろそろ賞味期限が切れてきますんで、はい。まあこういうことにならないように我々は何をすべきかもうわかってると思いますけど、普段からまあデトックスをねしてね、いろんな化学物質が体に溜まりますんで、 デトックスをして、で、えー、適度な運動をしてね、えー、まぁ、あ、面を、免疫をね、上げるように、乳酸菌などもとってね、えー、体を丈夫にしていく、はい、健康的な生活を送るということでございます。はい、これが我々の急務でございます。はい。 今、日本の状態というかね、えー、まあ、生チョコポンズさん関東なんで、関東地方の状況は少なくともこうであるということです。多分ね、全国的にこういう感じになってるんじゃないかなと思いますよ。はい。そういうことでございます。こちらね、二つの記事、非常に重要だと思ったんで、えー、最後にね、今日の最後に皆さんに紹介したいと思いました。 皆さん本当にね、今日も一日お付き合いいただき、えー、心から感謝いたします。ありがとうございます。そしてね、また明日も元気なお顔で皆さんとお会いできるのを心から楽しみにしております。はい、沖縄おばばでした。皆さんおやすみなさい。今日はただの紅茶です。はい、美味しそうな紅茶ですね。夕方ですけど。はい。 はーい、えー。今日のね、カップソーサーは30年前のフェリシモさんのホニートンレースというシリーズのカップソーサーです。それでは皆さんまたごきげんよう。おやすみなさい。沖縄おばばでーした。